どうも、吉兆です。お願いします。はい、吉ポーズということで、本日10月3日、タイベイスターズ、ペナントレース、最終戦3対1勝ちました。はい、ありがとうございます。はい、ね、ということで、まあまあまあ、順位をもう確定しますしね。まあそこまで、なんだろうな、言及、することっていうのはあんまないんですけども、それより前にね、今朝、新聞でですね、岡田監督解任、まだね、ちょっと阪神タイガースの方から、正式発表は出てないですけども、岡田監督解任、退任、今シーズン限りで、そして、まあ、来年以降、まあ、藤川球児がやるんじゃないかみたいなね、まあ、記事が、出てましたけども、まだ正式発表じゃないんでね、まあ、分からないですけど、まあまあ、岡田監督はね、まあ、2年間、2年契約だったんでね、まあ、まあ、正直言って、どんな結果であれ、まあ、今年で辞めるんだろうなっていうふうには、まあ、思ってましたけどもね、はい、まあまあ、その後が、藤川ですか、まあ、コーチ経験なしでね、うん、やるっていうのもね、まあ、ね、まあ、リスキーなところでもありますけども、まあ、そしてね、やっぱり、藤川球児の解説ってやっぱみんな好きでしょ。うん。あの解説ね。あの解説がちょっとやっぱ聞けなくなるっていうね、やっぱ寂しさ、そういう寂しさとかね、まあ、もうありますけども、まあまあ、それはまた別で動画にするかもしれないんでね。まあ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 、一旦置いといてということで、まあ、来週の土日か来週末から、クライマックスシリーズ、まあ、ファースト、ラウンド、ファーストステージの方が始まりますけども、まあね、最終戦、勝つよ、あだす。はい。いやー、大竹、ナイスピッチング、規定投球回数、はい、来ました。去年ね、規定投球回数行ってなかったんですよね。うん、で、まあね、もともと、まあ、順位が確定する前は、今日、高橋遥人が投げるというね、そういう風な、まあ、記事出てましたけども、まあ、順位が2位に、まあ、優勝逃したってことで、まあ、いろいろ変わって、まあ、今日、大竹選抜でしたけどもね、さすが、アメタケさん、雨で中止になり、一旦ね、中断になりましたね、うん。はい。まあ、ちょっとね、その、安藤ピッチングコーチか、誰かが、ね、その、まあ、今日先発誰だみたいな記者の、記者が言ってきたことに対して、なんかその、教えないよみたいな、なんかそんなことを含みを持たせた返しをしてたから、なんか門別とか、まあ、2軍の選手を挙げて投げさすのかなとか、まあ、勝手にね、吉尾は、まあ、個人的に予想してたんですけども、まあ、大竹さんということで。いや、ナイスピッチングです、本当に。うん。いやーね、近本ね、デッドボールちょっと怒ってましたね。近本もデッドボール。森下もデッドボールだったかな、今日。ちょっと怒ってたね。いやーね、そして、近本も最多安打いけないっていうね。いやー、悔しいね。うん、悔しい。霧式も最多ホールドが無理なのかな？ちょっと、無理なのかな。いや、あれだけ投げてね、ちょっとタイトル取らせてあげることができないっていうね、やっぱ悔しいけどね、かなり。うん。今日ベンチ外れてましたね。いやー、悔しいけどね。うん、まあ、なんとかね、まあ、今日勝てて、まあ、よかったです、本当に。なんか、大山の珍しい、その、一塁線、詰まってその一塁線抜くみたいな。あんま見たことない、その、珍しい、ツーベースヒット見れましたし、うん。いやーね、右京のエラーがちょっと、まあちょっとね、まあ逆に今日エラーしてよかったから、なんか右京はそういう失敗とかもね、あれして、いろいろ経験してね、要は大きくなっていくもんなんで、うん。岡田監督がすっごい顔してましたけども。ね、岡田監督すごい顔してましたけども、いやー、まあ、ベイスターズはね、やっぱ羨ましいね、なんか
まあ、山本雄大、まあ、今怪我していない状況で、まあ、伊藤光とかがマスクかぶってますけども、でもね、松尾くんとかもね、やっぱチャンスがあってね、羨ましいね。松尾くん今いくつ？21歳ぐらい？うん、いやー羨ましいね。うん、中川も出して、はい、中川もねちょっと見たいですけど、まあ藤川球児になったら、まあ、使うだろうね。藤川球児、本当に梅ちゃんとか坂本木浪あたりの、うわやっぱ厳しくなってくるんじゃない？まあ小畑、俺だったら小畑使うみたいなことも言ってましたし、まあ実際にね、まあ監督になったらね、監督になって、まあ現場入ってみて、まあいろいろとね、まあ意見変わる可能性はありますけども、やっぱ岡田政権、この2年間はね、ちょっとまあ、外から見て、なんかいろいろ感じる部分もあったんじゃないですか？まあ良くも悪くもね、うん。まあまあ、まあ藤川球児も僕もね、大好きな選手でした。はい、僕がね、野球始めた時にもタイガースの抑えだったんでね、JFK で、うん、抑えだったんでね、まあメジャー行ったりとかもありましたけども、うん、うん、いやー、大好きなね、選手なんで、ちょっと金本、僕金本がまあ一番好きだったんですけど、まあ金本、まあ監督やるの早いなと思ったけど、監督やって、まああんな感じ、で終わってしまったんでね、ちょっとそれは、うん、いやー避けてほしいなっていう風に思いますけどね。いや本当に、まあ大当たりか大外れかみたいな、なんかありますか？本当に本当に分かんないからね、これはね、始まってみないとね。あとまあ選手の調子とかもありますしね、まあ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 、まあちょっとね、まあちょっと僕らもね、たくさん応援するっていうことしかできないんでね。まあまあ、引き続きね、まあ応援していきますけども、なんかね、なんやかんや今日は、石井大地が初セーブです。はい、ありがとうございます。初。危なげなく、しっかり抑えて。まあまあ、シーズン中盤ね、ザキさん、ゲラが結構、調子落としてる時は、いや、石井大地きつに持ってった方がいいだろうとか、僕はずっと言ってたんですけども、まあ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 、今日はね、まあ、あんま、順位と関係ない試合でしたけども、うん。まあまあまあ、なんかそういう一番後ろで投げるっていうね、のを見れて、まあ良かったかなというふうに思ってます。なんか最近メジャーリーグ見てて、ちょっとこれ関係ない話ですけど、メジャーリーグ見てて、なんか順位が確定して、消化試合 VS 消化試合だったら、試合やんないとかあるらしいね。すごいよね、メジャーリーグ。だから162試合が基本だけど、なんか消化試合同士で、なんかあんま順位関係ない試合はもうやらないとかあるから、161試合で終わったりとか、あるんですって。なんかね、面白いよね。だからそれによってタイトル取れなかったりとかもね、あるらしいんで、ちょっとかわいそうっちゃ、まあかわいそうでもありますけどね、完全に。まあ余談ですけども、まあドラゴンズはね、まあ井上監督とか、まあ徐々にね、まあなんかいろんな話題が、入ってきてね、ちょっとまだね、追いつけてない部分もありますけど、まあひとまずね、来週甲子園でのベイスターズとの3連戦は、現地はいけないんでね、まあフルで YouTube ライブはしようと思っておりますので、ぜひぜひ、皆様一緒に勝ちを共有しましょうということで、今日の動画以上になります。はい、またね、次やるときはもうボゲーはなし、もう CS だからね、CS、勝って、日本一あれのアレンパしましょうということで、今日の動画以上。チャンネル登録してほしい。